はい、本日はですねこちらのスローと僕のコラボの、アイテムが届きましたので紹介していきたいなというふうに思います。でですね、まあ、僕は今までスローのアイテムよく使ってるんですみたいなことをですね、適当なことを言いながらちょっと動画でお話してたんですよ。ほんならですね、まさか一般の消費者やった僕が知らん間にコラボするまで行ってるっていうめちゃくちゃありがたいお話をいただいたんで、まあ、今回コラボしたっていうことにはなってるんですけど、まあ、どうせやったらちょっと僕らしさをちょっと残したいなっていうことで結構無理なお願いとかもしながら今回、とにかく商品化できたっていうことになってますので、まあ、そちらの紹介をしていきたいなというふうに思います。まあ、実際アイテム自体がですね何かっていうと、僕が今これ使ってる鍵のケースといいますか、なんていうんですかね、キーケースというかキーホルダーというかなんかちょっとよくわからないんですけど、そういうのレザーなんですよね。もともとこれ販売してるアイテムやって、でそこに今僕が今回コラボしたっていう感じにはなってるので、もともとはこれスローっていうブランド、革のメーカーなんですけど、そのブランドとあとつなぐ手っていうこちらも革のブランドなんですけど、その2つがダブルでコラボしてるようなアイテムっていうのがこれやったんですけど、まあ、そこに僕も参加させてもらったっていうことで、まあ、参加させてもらったっていうかお声がかかったんで、まあ、参加したっていうことにはなってるんですけど、まあ、そういったアイテムになってます。でですね、まあ、じゃあこれもともとできてるアイテムやったらお前コラボして何ができてんっていうことやと思うんですけど、まあ、それを今からこの箱を開けて見ていきたいなというふうに思いますので、ちょっとアングルを変えて見ていきます。はい、それでは開けていきます。じゃあこのスローって書いてますね。え、逆か、こうやな、スローって書いてますね。でこれを開けていきたいなと思います。僕別注なので、まあ、僕の別注じゃないやつもちょっと横に置いておきましょうか。一緒にややこしいな、外しとくか。こんな感じ。おー、来ましたね。うおー、これはよく見かけ、どのブランドでもあると思うんですけど、栃木レザーを使ってたらこういう証明書があるんですよね。栃木レザーをこれは使ってますという証明書があって、それがこれですね。あ、ここに書いてる、下に栃木レザーって書いてますね。そして、このシルバーの、リングがあって、これが、スローは普通はこういうゴールドなんですよね。でゴールドのやつが多いんですけど、あえて今回シルバーで、ヌメ側、これ今回ヌメ側なんですけど、僕の別注したやつだけがこれシルバーなんですよ。あとはこれゴールドなんですけど、で僕が別注したやつはこれのヌメ側です。うわー、いいね、いいですね。こんな感じです。ヌメ側なので、ヌメ側っていうと何っていうと、まあこういう感じで色は塗られてるんですよね。こうやってキャメルにこれは塗られてるんですけど、まあ、こう塗られる前の元々の革の色、これがヌメ側なんですけど、だからこれ使っていたらこういう風になるんじゃなくて、これはカラーをあえてしてて、これはもうカラーをしないようなモデルになってるので、まあそれですね。でここにキーをつけて、でこういう感じでつけていくという感じになってます。でつけてもらうとこういう感じですね。で今回僕別注した時に、このヌメ側って今までスローさん使ったことないから、もうヌメ側の栃木レーザーで本革で使ってくださいって言って、でさらに今までスローさんでは見たことないこのシルバーの、リングを使うっていうのが、まあスローさんで見たことないなっていう、まあ、スローさんがお好きな方からしたら、うわ、ほんまやってなると思うんですけど、まあ、別に好きじゃない方からしたらへえと思うんですけど、まあ、そういったこだわりがあるので特に名前とかは入れてません。なのでこうシンプルな感じで、まあ、これとかと同じですよね。同じだけど見る人が見れば分かる、あ、これはスローからやったらめちゃくちゃ珍しいやんっていう感じの作りにしました。でいろいろとやかく言ったんですけど、それの対応してくれた、まあ、スローさんもつなぐ手さんもそのおかげで、今回これがコラボできましたという感じにはなっております。でこれで鍵を中にピュッて入れると、であとはこの大きいキーリング使ってもいいし、別に使わなくてもいいんですけど、まあ、せっかくやから使いましょう。こうやって、でここに引っ付けると、はい、という、まあ、こんな感じですね。まあ、多分知ってる方からしたら、え、これがスローなみたいな、この組み合わせのスロー見たことないでってなると思うし、これさっきも言いましたねってなると思うし、まあ、知らん人が見ても可愛くないですか、なんかこのヌメ革のやつって。でどんどん触っていったりとか使っていくと味が出てくるんですよね。だから僕はヌメが好きなんですけど、まあ、そういった感じになってます。まあ、こんな後ろはシンプルでこんな感じで、使った時にこうやってヒュッて革がずれてくれるんですよね、使っていくと。でこのまま鍵をガチャンって開けるみたいな感じです。まあ今から説明するのでそれをどうぞ。はい、ということでまずざっくり、使い方をちょっと紹介していきたいなと思うんですけど、まあこうやって今鍵の上にこういうふうにカバーみたいな感じでつけてるんですけど、これどういうふうに使うかっていうとですね、鍵を普通にこのまま差し込んであげるだけで、レザーがこう動いてくれるんですよね。まあ、なので、まあ、本当に鍵をカバーしてると言いますか、まあ一つのこうなんていうんですかね、おしゃれな感じのワンポイントみたいになるような感じになってて、まあ、僕はですねこういった感じでキーケースというか、まあ鍵のまあ一つの
まあなんていうんですか、こうレザーとしてつけてるんですけど、人によってはなんかこう首元からこうつけて、ちょっとこうほじゃれた感じのアクセサリー感覚であの鍵を持つみたいな。だから小学校の時のあの一番なんていうんですかね、ドシンプルな紐、麻紐に鍵だけ垂らしてる男の子とかおったじゃないですか。あれのもうちょっとおしゃれバージョンみたいな、てかあれの最上級のおしゃれバージョンみたいな感じのつけ方がこっち今出てると思うんですけど、こんな感じのつけ方になって、男性女性ってあると思うんですけど、こういう革の紐をつけてこれつけちゃうみたいな。でこれ値段も安いんですよね。確か2000円とかぐらいな感じだったと思うので、2000円に消費税かぐらいな感じだったと思うんで、値段も安いし、なおかつこう見た目的にもちょっとワンポイントおしゃれみたいな感じで使える。で、家着いた時とかは鍵をこの胸につけてる人やったら、そのままカチンって入れてガチャガチャって取ってパッて外したらまたここに戻ってくるみたいな感じになってて、ワンポイントおしゃれやし、でなおかつ鍵をカバーしてくれる。だからまあこのままやったら、例えば車とかにパンってやったりしても気づいかへんけど、このラーのままでおるじゃないですか。こういうラーのままでおったりしてカーンって車に当たったりしたら気づいくじゃないですか。だけどまあこういう風にしてれば傷がいかへんみたいな感じになってるんかなと思います。で次がですね、これ一応本革なんですよね。で本革って言っても安心してほしいのが、僕がまあコラボするんやったら普通の本革でコラボしないじゃないですか。でまあよく見ていただいてる方やったら、あの革ですよねってなると思うんですけど、まあその通りで栃木レザーなんですよね。まあもちろん普通の革のブランドもいいとは思うんですけど、やっぱりこだわるなら栃木レザー。なんで栃木レザーがいいのかっていうと、使えば使うだけ味が出るから。でなんでそんなことなんのっていうと、あえてそういう加工してるから。植物で加工してるから、動物の皮なんですけど、それをあえて植物で加工することによって、もう使えば使うだけ味がどんどん出てくるということになってて、これ実際使ってる様子っていうのはこんな感じなんですけど、あのどんどん経年変化というか新品の状態と比較してると思うんですけど、全然違うと思うんですよね。だからどんどん使えば使うだけその人の味が出てくる。でコラボの話いただいた時に、あのもちろん栃木レザーです聞いて、あそれはそうっすよねみたいな、それやったらもちろんやらせてくださいみたいな、ちょっと上から偉そうな感じなんですけど、まあ、そういうぐらい、まあ、僕としては栃木レザーっていうのはもう結構譲れへん感じだったんで、まあ、もちろん本革の栃木レザーを使用してるということになってます。まあ、なのでスローのアイテム持ってはる方やったら分かると思うんですけど、もうスロー独特の匂いがするんですよね。あのスローの栃木レザーの匂いともう一緒なんですよ。だからまあこういうところでもちょっと本革を楽しめるというか、見た目もそうやけど、まあ、匂いとかも、ああ可愛いなっていう感じの独特の匂いがあるという感じになってます。でそして次がですね、まあ、さっきも言ったんですけど、値段が安いんですよね。これ2000円の消費税かなんかそんなもんやってたんで、あの値段的に安くて、まあ、お前あのコラボしてるのに値段知らんのかっていう感じなんですけど、あの、まあ、それぞれみんな分担してて、トリプルコラボでスローさんがこれを作ってくれる、そしてもう一社のつなぐでさんがこれを販売してくれるっていうこと で僕は、口を出すという感じの、この、まあ、3社それぞれ役割があるので、僕は販売はしてないので、まあ、つなぐ手さんが販売をしてくれてる、でスローさんが作ってくれてる、そして僕は偉そうなことを言うという、まあそれぞれの役割があってできてますので、まあ、そういった感じで、まあとにかく値段が安いということになってます。で次がですね、まあ、これデメリットとおすすめの人を話したいなと思うんですけど、まあデメリットっていうのがですね、まあどんなものにもデメリットがあるので、まあ、それは話をするんですけど、まあ何かっていうとですね、これをつけてるからって言って特別何か機能があるわけではないということになってて、普通の鍵にこれをつけるからって言ってなんか特別鍵が開くのが早くなるとか、なんか施錠が勝手にされるとかっていうわけではないので、あくまでもこういうなんかインテリアとかも一緒だと思うんですよね。こういう観葉植物後ろに置いてるんですけど、まあ、こんなんもそうなんですけど、これがあるから何って言われると、まあなんかこう空気ええやんとか見た目綺麗やんぐらいな感じでしかないと思うんですけど、まあこれも同じな感じで、まあちょっとこじゃれた感じ、まあ次のおすすめの人に行くんですけど、まあちょっとおしゃれな感じがしたりとか、ちょっとした遊び心のある方にはおすすめやと思うんですけど、もうその理論性を追求する人生を生きてはる方には向かへんと思うので、まあ、こう日常の中でちょっとこう疲れた時に鍵見た時に、あそういやこれ味ちょっと出てきたなとかっていうのが楽しめるような、ちょっと心に余裕のある方にはこう向いてるとは思うんですけども、そんなもん何の意味があんねんっていう方にはちょっと向いてないと思うので、まあ、その辺は、まあもちろんそれぞれの考え方があると思うので、向き不向きがあると思うんですが、そういった感じの人がおすすめかなというふうには思います。はい、ということになってるので、まあ、僕は今回ですね、まあ既存に出てたキャメル、ブラウン、ブラックっていう、まあ、スローがよく定番で出してる、スローさんがよく定番で出してるあの色味から、 あえてヌメ革っていうのをちょっと出させてもらったんで、多分スローさんの中でもヌメ革出してるのってこのアイテムしかないと思うので、まあ、特にヌメ革なんかはあの在庫が限られてるらしいので、まあ、欲しい方なんかは早めにちょっと狙われた方がいいのかなというふうに思いますし、まあ、おそらくなくなったらもう追加生産はヌメ革はしないと思うので、それ以外 あのキャメルとかブラウンとかブラックっていうのはもう継続でずっと出してるモデルらしいので、まあ、それは買えるとは思う
ので、まあ、ちょっとヌメはなって思われてる方なんかは、まあ、ブラックであったりとか、まあ、ブラックも使えば使うときはテカリとかが出てきて味が出てくると思うので、まあ、それは好きな色を選んでもらえばいいと思うんですけど、ちょっとヌメに関しては在庫が数が限られてるらしいので、欲しい方はちょっと早めの方がいいんじゃないかなというふうには思います。はい、ということになってるので、まあ、一応動画説明欄に購入のリンク貼ってますので、まあ、そのスナグテさんから購入していただくということになっております。ということで、まあ、僕も一応使ってますので、まあ、卓造とお揃いが嫌やにあったらヌメ側は、やめてもらえれば僕とはお揃いになりません。しかし、僕とお揃いでもいいよという方はヌメ側でお待ちしております。はい、ということで、本日はですね、スローさんとつなぐてさんと卓造の、トリプルコラボの商品を紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。